ノーショーピング級魚雷艇は、スウェーデン海軍が運用していた、魚雷艇の艦級。計画名は、スピカ2型。ミサイル艇回収後の戦鋭設計面では、基本的には、スピカ級の船体を1メートル延長した発展型となっている。指揮官も、同様に、ブリストルプロテュースがスタービングエンジン3機で3軸を駆動する方式であり、煙突は設けずに、戦尾廃棄とされている。 兵装もおおむねスピカ級のものが踏襲されたが、放射撃式装置は国産のサーブ QLV200 マーク1に変更された。これは並行して建造されていた小型ミサイル艇である不銀級で搭載された QLV200 マーク2のアナログ版というべきものであった。1982年から1985年にかけて近代化改修が行われ、本級は ミサイル艇に生まれ変わることになった。魚雷発射艦6門のうち4門と引き換えに RBS-15 艦隊艦ミサイルが搭載された。最大8発を搭載できるが、平時には単装発射等2機のみが搭載される。またその大射程を活かすため、長距離探知が可能な C ジュラフ 50HC レーダーと、情報管理のためのマリス -880。 武器管制システムも搭載された。マリス -880 はヘリコプターから測定データを受信することで水平線越えでの航戦に対応した。またその後、6隻に対して戦闘指揮所の設置などの近代化改修が施されており、これらは最初に改修された帝の名前を冠してイースタッド級と称されることもある。 2010年まで現役を継続する計画であったが、2000年度の国防白書で早期退役が決定され、2005年までに順次運用を終了した。ありがとうございます。